不安で、たけちゃん。ゆみちゃん。さあ、今回のご質問は、大きいさんからです。ありがとうございます。何がちょっとグリーン大きく飛んじゃったんじゃない？あー、そういうこと？手前からっていうように私は聞いてますけれども、何を基準に話してるの今ちょっと分かんないけど、まあ今、ゆみちゃんがそう取ったやつはいいわ。はい、いいよ。はい、はい、すいません。勝手に妄想を膨らましてしまいましたが、はい、質問に行こうと思います。お願いします。いつも楽しい動画ありがとうございます。ありがとうございます。4番アイアン、5番アイアンの代わりにアイアン型ユーティリティを入れてみようと思っていますが、アイアンの流れからアイアンシャフトにするのと UT 用シャフトにするのはどちらがいいのでしょうか。時間を作り次第たけちゃんにフィッティングに行ってみたいですとのことです。ありがとうございます。これに関してはもう間違いなくアイアン型ユーティリティですね、アイアン型のユーティリティを入れたい、まあ、要は中空とかの、ユーティリティなんですけど、これはもう確実にアイアンの方に合わせてください。ユーティリティ、まあ、要は一般的なタラコ型ってよく言われますよね。あれは、ウッドです。ハイブリッドっていう、ね、まあ、いわゆるハイブリッドですね、でただアイアン型ユーティリティっていうのはもう絶対的にこれはアイアンです。だから、それだとやっぱ基本的にはアイアンの流れ、実際は僕の中では同じアイアンと同じシャフトでいいってよく言うんですよね。ただやっぱりそのアイアン型ユーティリティにしたいっていうことは少し他のアイアンよりは楽に打ちたいっていう意味があると思うんですね。でそこで僕これはもうごめんなさい、フィッターとしてはまだ恥ずかしい発言で申し訳ないんですけど、データが少ないんですよ。要するにアイアン型ユーティリティって最近あまり需要がない部類になってきてるんで、どっちかというとみんなやっぱりウッド型、いわゆるハイブリッドね、タラコ型のユーティリティを使うことが多いので、その僕もこれが絶対正解ですっていうのは今まだ言えないんですよ。ただ少なくともどっちに合わせますかってなったら絶対アイアンです。これはもう間違いないです。でそのアイアンに合わす中で、ただそのヘッドが少し中空になって芯が広くて楽になってるとはいえ、やっぱり5番アイアンに比べて3番とか4番ってやっぱ長くなるんですよね。でそこで僕はいつも今のところの、ちょっとまだデータが少ない中の今の結論で言えば、もしちょっと楽したいんやったら 10g だけ軽いシャフト入れましょうって言います。だからアイアンが例えば 120g のシャフトが入ってると仮定しましょう。そしたら4番、5番のアイアン型ユーティリティは 110g ぐらい。ただここでポイントは絶対に硬さは変えないでください。なるほどね。だからその重さだけ落として硬さは基本的、まあ要は振動数ですねとかは基本的に同じものを入れてもらいたいっていうのが今の僕の中の結論ですね。あ、一つ質問。うん、3番や4番のアイアンとそのアイアン型ユーティリティのヘッドの重さって結構変わる？そんなには変わりません。ちょっとアイアン型ユーティリティは中空の方が少し軽い傾向にはありますけど、だからその分普通の3番とか4番よりも少し長めに作るんね。だからなおのことその同じシャフト、要はアイアンと同じシャフトだとちょっと振り遅れる可能性もあったりするので、そこで僕は、まあ、10g はでも言うても10までですよ。10g まで軽いものはいいと思ってますし、ただそこでだいたい 10g 軽くなると硬さも柔らかくなる傾向にあるんですけど、そこの硬さは揃えた方がいいっていうことなんですよ。だからそこでいう意味で言うと、なかなかそういう 10g 落として同じ硬さのものがなかなかないですっていうのが実は今の現状で、ちょっとそのデータも少ないし、今そういうその 10g 少なくて同じ硬さのものって何ですかって言われたら、実際今出てるものではないかもしれませんねっていう結論になることもあります。だからまあ同じでもいいっていうのはまんざらでもないんですけども、まあ、だからヘッド自体は確かに芯が広くなって優しくなってるんですけど、やっぱ長くなる分ちょっと振り遅れが怖いかなと。そのあたりをデータは僕はもうちょっと集めていきたいんですけど、いかんせんまあ最近アイアン型ユーティリティっていうの需要がやっぱ少ないので、そこのデータっていうのがまだちょっと取り切れてない、何が正解なんだろうっていうその絶対数がまだ見えてない。だから今の中では僕が言ってるのはあくまで僕の中の、まあ、ちょっと少ないデータの中の今の結論ですね。私の友達でもアイアン型ユーティリティ入れてる人ってそんなに見たことがない。そうなんです。だからやっぱりある程度アイアン型ユーティリティが合う人ってダウン量が強い人しかないんですよね。これはだから普通のハイブリッド、いわゆるまあタラコ型ユーティリティとアイアン型ユーティリティの違いっていうのは、ダウン量がすごく強い人はアイアン型ユーティリティの方が合います。だからそのダウン量っていうのは圧倒的に少ない人の方が多いので、そうなってくると普通のユーティリティに行かれる方が多いので、だからそこがなんていうんですかね、まだ需要が少ないところではありますね。そ
もそもダウンで打てる人っていうのが全体の中で少ないかなっていう。絶対そういうことです。少数派なん でその人も別にそのアイアン型ユーティリティ選ぶかって言ったら、まあ選ぶ人がその中で選ぶ人が何割かおるっていう世界なので、少数派の中の少数派になるんで、なるほど、うん、そこがなかなか面白いところですね、はい、では、まとめると、うん、アイアン型ユーティリティはフェアウェイウッド、ユーティリティシャフトよりもアイアン型のほ、アイアンのシャフトに合わせた方がいい。いいです。はい。10g ちょっと軽いのでも、まあ、振り遅れいいかなと僕は思います。ただそこはまあ、うん、実際にフィッティングを受けて、ね、っていうところで、うん、だから 10g 軽くしても絶対に硬さは変えたらダメってことなんですね。だからそんなシャフトがあるかどうかっていうところが今の一番のポイントになるかもしれないですね。なるほど。はい、では大きいさんがね、またここ、うん、タケちゃんのところに来てもらってサンプルを ね増やしていただきたいなっていうのもあります、うん、はい、はい、なかなか難しいんだね、そうやって調整していくのね。やっぱりね、僕らも結局、今自信持ってこうやって話してるのも、だから正直に言ってるのは、やっぱりデータベースが少ないものをなかなか自信持って答えれないって、うん、今の僕の中で一応結論は出してますけど、それはまだ過程の部分のところもあるので、それが本当に結論に結びつくためには結構な量のデータがやっぱりいるんですよね、うん、だから、うん、ごめんなさい、こんなので言ってるのは申し訳ないですけども、でもどうしてもやっぱ数が少ないので、そういうふうなデータになっておりますね。なるほど、はい、でコメント欄にもね、もしアイアン型ユーティリティ使っててこれでいいよとかっていう、ね、体験談とかもぜひあったら教えてください、はい、うん、お願いします、うん、はい、それでは大きいさん、ご参考になりましたでしょうか。それではさんで、たけちゃん、みちゃん、また来週、バイバイ。いや、羨ましいですね。僕は小さいですね。何がチャンネル登録、高評価で、たけちゃん、ゆみちゃん、動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。